はい、こんにちは、まーちゃんねるまえはらです。はい、今日はこちらですね。チョコエッグ、スターウォーズ2です。はい、ということで2年ぶりに帰ってきましたね、スターウォーズのチョコエッグ。前回はですね、とても残念でしたね。うん。7箱合計で開けたにもかかわらず、コンプできませんでした、前回。はい。うん。今回はですね、この2箱、いきなりコンプしてやりたいと思いますね。はい、パッケージこんな感じになってますね、うん、キャプテンファズマがメインになってるんで、今回はこっちのボックスエイシンくんで、うん、こっちのボックスを出して開けていきましょうか、はい、じゃあ一気に開けちゃいましょう、はい、全13種プラスシークレット1種類か、うん、いきなりシークレット当てたいね。そうだね、うん、いやもうっていうかね、いきなりフルコンプしたい。そうだね、うん、これで終わりにしたい、うん、いきなりシークレット出していきなりフルコンプしちゃうね。で、相変わらずあのこちらのジップロックの方に、チョコを入れていきましょう、はい、最初の一つだけ食べようか、うん、美味しいからね。もう割れてた、ラッキー。いや、割れてなかった。ほら、うんうんうん、よし、ほら開けます、うん、はい。お、アルツデツだ。うん、大豆もある。すごい。はい、ラインナップはこんな風になってますね。うん、出てきた。何出た？これは、えストームトルパーのフィンバージョンだ。あ、2カプセル目は何が出たでしょうか。お、スリーピーオー。おお、いいよ。何かレイ。レイ。じゃあ3箱目。おっと、普通のストームトルパーかな。そうなんです。あ、違う、ファーストオーダーストームトルパーだ。あー、僕の3箱目。お、タイファイターか。うん、4カプセル目。はい。お、あ、ポーの X ウィングファイターだな。あ、すげー。ここの4個目、うん、あー、かぶったピンかぶった、うん、5カプセル目いきます。はい、よいしょ。お、カイロレン出た。おお、5カプセル目。あっと、あー、ファーストザ・ストームトルーパーかぶって6カプセル目、はい、いくよ。なんだろう。あ、カイロレンのシャトルだ。おお、コマンドシャトル。おお、6カプセル目。えいや、おー、あー、スリピオだ。7カプセル目。はい、とりゃ。お、まずかなた。お、すごい、7個目。おし、まずまずかなた。あ、だだだだ、パパ今出たばっかりだ。8カプセル目いきます。はい、ドリア。あー、4の X ウィングかぶった。あー、ついにパパもかぶった。僕の8個目、レイ。レイか。はい、じゃあ私の9カプセル目ですね。はい、お願い。これがダブっちゃうと、もうフルコンプはこの時点で不可能。はい、いくぞ、新しいの。来い。あー、カイロレンのコマンドシャトル。あー、じゃあ僕の9カプセル目。私の来い。あー、ピン。じゃあ私の最後、10カプセル目いきます。新しいの頼む。もしかしてシークレット。来いやー、カイロレンのコマンドシャトル。最後の10カプセル目、シークレット、お願いします。でーん。ファーストダストームトルーパーでしたー。はい、じゃあ今回出たもの全部見ていきましょうか。まず1番の BB-8 出なかったので、2番が C3PO でしょ。で、3番 R2D2、 4番レイ、5番マズカナタ、6番ストームトルパーの FN2187 でフィンバージョンね。そして7番がファーストオーダーストームトルパー、うん、で8番のキャプテンファズマ出なかった。あ、はい、で9番のカイロレン、うん、10番のカイロレンのコマンドシャトルで、11番のスターデストロイヤー、これも出ませんでした、うん、で12番のファーストオーダースペシャルフォーセスタイファイター、うん、で13番の X ウィングのポーダメロン専用機、そしてシークレット、これは出なかったね、うんうん、こんな感じでございました。はい、なのでシークレットも合わせた14種類中10種類が出たことになるね。惜しかったね、うん、でもね、前回もやった時こんな感じだったと思うのよ。そうだよね。で、こっからすごい辛かった。そう、全然集まんなかった、こっから。うん、うん、まあでもいいか、よかったんじゃないかな。そうだね。はい、じゃあ細かく見ていきましょうか。まずこちらが C3PO だね、うん、ちゃんとレッドアームになってます。おー、はい、で塗装も割としっかりしてて、ちゃんと金だね、うん、金色になってます、はいはい、でアクションしててなんかいい感じこれ、うんうん、続いて R2D2 ですね、うん、これはもう立ち状態って感じかな。そうだね、うん、もしかしたらあれかな、全部ね今回フォースの覚醒のものだから、うん、だからこの R2 は起動してないかもしれないね。そうだね。はい、続いてこちらレイですね、うん、これはジャックの時のレイだね。そうだね、うん、だからこのマスクとかしてるけど、だから顔が見えないんだよね。そうだね。クオリティがこの試されなくていいのかもしれないと思った、うん
で背中にちゃんとスタッフつけてますね。はい、はい、続いてマズカナタです、うん、マズカナタはこの CG のクリーチャーだけあってこれすごくよくできてる。そうだね、うん、で今ゴーグルでこのレンズ調整してるシーンだねこれはね、うん、レンズのところもちゃんと透明のもの入ってるしね。うん、それでその奥にはちゃんと目もある。そうよくできてるよね。すごいクオリティいい。はい、続いてストームトルパーの FN2187 フィンバージョンですね、はい、ここにこう血の跡がついているけれどもこの血の塗装のせいか、うん、こっちの黒目が潰れてるように見えてちょっとかわいそうな状態。これみんなそうなんだよね、うん、みんななんかねちょっと潰れてる感じになっちゃって、うん、白いところが出ちゃってそうなんか怖いよねこれね。そうえ血のせいでそんな縮んじゃったんだっけって思うくらい、ちょっと溶けたかもね、うん。はい、続いてこちらファーストオーダーストームトルーパーですね、うん、これはブラスターをこう構えてるところなんだけど、うん、これはいいやつ、うん、でエジン君が出たのがこうまたこの、ね、顔の部分がちょっと潰れててね、うん、怖いこれもしかもなんか上に変な黒い塗装がはみ出ちゃって、うん、なんか眉毛みたいになってすごいなんか面白い感じ、これもなんか塗装で溶けちゃったのみたいね。はい、続いてこちらカイロレンですね、これすごいよく出てる、ね、そうだね、すげえ、うん、ちょっとね手が細いかなって感じするけど、うん、まあ、でもよくできてる。指までね。そう、指までちゃんとね再現されてて。ライトセーバーもちゃんとクリア使ってんね。ねえ、よくできてんねこれね、うん。素晴らしい出来でございます。すごい。はい、続いてこちらがカイロレンのコマンドシャトルだね、うん、これすごいちっちゃいけどね、うん、これもクオリティは差はないかな。今回の最後のジェダイではねカイロレンのタイファイター出てくるからね。続いてこちらがファーストオーダースペシャルフォーセスタイファイターです、うん、ちゃんと赤い部分が出てるね、スペシャルフォーセスだ。これも結構よくできてる。ちゃんとこの網網もなってるしね。あーすごい、うん、うん。今回すごくクオリティ高くていいですね、うん、続いてポーダメロン専用機のエクスイングファイターです、はい、これもよくできてる、うんうん、ちょっとねカプセルの中入ったから先っぽが曲がったりするけどそれ以外は塗装もねちゃんとできてるしね、うん、こういう今回すごくいいね。そうだね。はい、ということで今回は直訳のスターウォーズ2を20箱開けてみて、10種類集めることができましたね、うん、あと4種類なのでまたこれは再チャレンジしようか、うん、前回のねフォースの覚醒の時は本当にね何回かやって結局コンプできなかったっていうね。今年こそは絶対コンプしてやる。コンプしてやる。絶対しよう。話してやれ。ということで今日の動画が面白かったのとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします、はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。それではチャンネル登録もよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。